こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。このチャンネルでは大小さまざまな勃起機能、そして男性機能にまつわるお話をしておりますので、ぜひチャンネル登録してください。もう2月になりましたけれども、皆さんお正月太り解消されました？まだ尾を引いてるって方いらっしゃいません？多分結構いらっしゃると思うんですよ。戻りきらないみたいな方が多くいらっしゃるっていう中で、とある調査によると、お正月太り経験者っていう方が8割にもなるそうで、ありがちな悩みなんじゃないかなと思うんですが、心を鬼にして言うと、肥満、太りすぎというのは、勃起力にとって良くないですよね。もうこれは本当に声を大にして言いたいです。このチャンネルを見てくださっている方はよくご存知だと思うんですね。とはいえ、お正月太りどうしようというところで、外も寒いし、仕事も忙しいし、困っちゃいましたよね。ということで、今日はお家で簡単にできるお正月太りを解消し、勃起力ダウンを防いでくれる筋トレについてご紹介します。その名も片足立ちです。超簡単です。これ片足立ちやるだけで、実はウォーキング30分に匹敵するっていう風に言われていて、これはやるしかないでしょうって感じなんですよね。じゃあ実践する前に、なぜ肥満が勃起力に良くないのか、辛いからしていきますね。勃起というのはどうなってどうなってどうなって勃起になりますか？はい。ペニスにどん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 血液が流れ込むことによって立つという状態になりますよね。もうこれ皆さんご存知だと思うんですけれども、なので肥満によって引き起こされる動脈硬化で血液がドロドロになって、体全体にうまく回らなかったりすると、結果的にもペニスにも血が巡りにくくなりますよね。なので太りすぎって本当に見栄えだったり健康面にプラス勃起という面でも良くないんですね。もう一つはお腹出ますよね。そうすると埋没陰茎という状態があって、お腹やお肉にペニスが埋もれてしまう、そのことによってとても小さく見えてしまうっていう現象が起きてきます。ただの平地に木が立っている状態と、こうもりと雪が積もってしまっている状態、そうすると雪に積もって木が見えなくなりますよね。それをイメージしてくれるといいかなと思います。なのでお腹をへこませることによって木が見えやすくなるという風にもなってきますので、やはりペニスにとって肥満というのは嬉しくない状態なんですね。で、今日ご紹介する片足立ちっていうのは1分やるだけで30分ウォーキングにも匹敵するので、手軽にできますね。電車待ってる間とか信号を待ってる間、お家でテレビを見ながら、歯を磨きながらという感じでできます。それからこうバランスを取る必要が出てくるので、体幹が鍛えられてウエストとかお腹周りも引き締めにも効果的です。あとは基礎代謝が上がって全体の脂肪燃焼効果も期待できるということなので、ぜひ前置きはこれぐらいにして早速やっていきましょう。ではね、初級編と応用編でやっていきたいと思います。まず初級編ですね。基本は片足立ちするだけなんです。背中をまず伸ばして、しっかり腰を反らず、こうなったりこうなったりせず、まっすぐ立ちます。まっすぐ立った状態で片足を10センチぐらい上げます。で、この状態をキープして1分です。もし辛い場合は近くの壁に手をつくなど、そういう状態でもいいので、この状態で1分キープです。で、片方の足が終わったらもう片方もやります。じゃあ一回やってみましょう。片方の足を上げて手を離します。お腹に力が入っています。腰は反らない。しっかりと胸を張って立ちます。じゃあ1分いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、今度は反対の足という風にやってみてください。
ください。これが基本編です。じゃあ次、応用編やってみたいと思います。応用編は30秒ずつやります。まず片足を上げます。そして30秒はいろんな方面に体や足を傾けて、あ、ここいいなっていうバランスを探ります。そして探ったら最後バランスをとって30秒という感じですので一緒にやっていきましょう。じゃあ足を上げて、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、60。以上です。応用編の方が足の裏をしっかり使うので、足裏が疲れてるって方は筋肉が弱ってる証拠だそうなので、気をつけつつやりつつ足裏が鍛えられてくると、足について行うトレーニングとかエクササイズ、筋トレの全てがこう的確に筋肉が使えるようになってくるので、この応用編難しかったって方はまずは基本編で、これでも難しいって方は壁とか椅子とかね、こうやって。でもここにこう寄り切っちゃダメで、軽く支えてるっていうぐらいで、ここからやって手を離して、応用編っていう風に続けてみてください。これ1分やるだけでとっても簡単だし、これぐらいだったら毎日コツコツ続けられるし、効果もウォーキング30分に匹敵するっていうことなので、ぜひ毎日やってみてください。今日は簡単筋トレ片足出しについてでした。最後に持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題です。1つ目が運動です。今日お話しした通りですね。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、睡眠、ストレスなんかですね。その中で足りない栄養素はサプリで補うことをお勧めしております。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。満月堂のふんどしパンツを履いて、体全体リラックスさせることをお勧めしております。質問やお悩みがある方は、私の LINE に連絡をください。ふんどしパンツのショップの URL とともに、LINE についても概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。グッドマーク、チャンネル登録をして応援してくださるととっても嬉しいです。今日はここまで。満月堂のみょんでした。